画面で見る限りは切れていました。さらにテイラー2打席連続三振。お前だいぶ悩んでるけど、俺はもう結婚してるから俺はちゃうねん。そうだこいつ実習のおじさんいたんでこいつボコボコにして鼻と頭蓋骨折って僕ペッやめようかなと。今日2本目のヒット入れしました。1個ってこれに10万かかってる。これ何ですか？お靴です。お靴10。いや達成感だわ。いや疲れた。よし行きます。ちょっと待って。じゃーん。ちょっと分かりづらいですけど並べていいですか？この時代の人に見えるようにということで、うん、こう裏側でもこう正しく着ようっていうのが、はい、ゲームスタートだ。今日かちょうど。そうなんですよ、3月3日。そうですね。どうですか？なんかちょっと地味なお稲荷さんがおしゃれになるよっていうね。味変わる。これがシルクドソレイユ30年の集大成。この苦味にですね、そのハマって。で何メーターなの？あ、女か。男女どっちでしょうか？洗濯機ゴンゴン。なんでスルーズ。インド人は試し書きに計算をし、タージマハルに、うん、まっすぐにしようか。けれどふとしたことで一瞬で こんな感じになってました。まあ私ね結構サボンが好きなのでサボンの出る馬であります。でこちらも外枠に入ってますね。外から毎週金曜日夜9時生放送です。今夜も一緒に桜。話さなくても別に一緒にとつく。そう。人がいる。あざーす。切るぐらいで。一からね、はい、ただ、わかるかな、浮くかな、どうなんですかね。自分の目線でチャートを見てるっていうだけなんですね。だから、自分はこれを連日。なんか変だな。やれない、ピアノ。うん、もうわかんない。長いスカートに着なさいということで着替えさせられた。北の兵隊は